皆さん、こんにちは。今回も、前回に引き続き、トレイツこと、キャラ特性です。前回は相反性があり、配他選択しかできないキャラ特性について話してみましたが、今回は、取得制限がないものについて話そうと思います。どうでもいいことなのですが、キャラ特性はゲーム内のどこかの時点で付け替え可能、ということですが、このキャラ特性の中身を見てみると、コレクティブ出身者とかサーペント出身者といったように、そのキャラの出生や生きてきた土台を形成しているようで、キャラ特性の方がむしろバックグラウンド、つまり出生背景と呼ぶにふさわしいのでは?と前回の動画を制作していて感じました。むしろバックグラウンドの方は、スキルの組み合わせなので、スカイリムの種族による初期スキルレベルが少しずつ異なるだけで、ゲーム開始以降、どうにでもなる要素であると思いました。もっとも、下手にキャラ特性が恒久的に持続するとなると、キャラクリジの選択が無駄に身長を期さなければならなくなるので、付け替え可能という非現実性があっても、ゲームゆえにむしろウェルカムなのですけど、まずは、エイリアン、DNA です。この特性のアドバンテージは、その得意な DNA の影響により、通常よりもヘルスとエンデュランスの最大値が上昇した状態でゲームスタートします。ディスアドバンテージは、回復系アイテムによる回復量や回復効果が通常より劣る、というものです。このキャラ特性を取得するかしないかの決定要因としてはヘルスとエンデュランスの最大値が通常時の何パーセントくらい上昇するかという割合型か、あるいは数値としてどのくらい上昇するかという加算型か、によると思います。というのは、ヘルスにしてもエンデュランスにしても、ゲームを進めているうちにどんどん高めることができるので、パーセンテージで上昇してくれる割合型の場合には、基本数値をベースに割合で上昇してくれるので、ヘルスないしはエンデュランスにステータス上昇を割り振れば割り振るほど、恩恵が得られるからです。一方、基本値にプラス数値として加算される加算型の場合には、ゲーム進行に合わせたヘルスとエンデュランスへの捨て振りにより、プラス数値の恩恵割合は小さくなります。例えば、ゲームスタート時のヘルスとエンデュランスの基本値が100であるとして、エイリアン DNA によるボーナスで50もらえるとすると、ゲームスタート時点では 50% も多いので、かなり強いスタートを切った印象になりますが、ゲームも終盤になって、ヘルスとエンデュランスともに500ずつとなると、ボーナスとして加算される50により550となり、10% の恩恵となります。さらにディスアドバンテージである回復系アイテムの効果が減少することを考慮すると、エイリアン DNA の恩恵が加算型ボーナスである場合は、ゲームを進めれば進めるほど美味しくないキャラ特性となります。なので、割合型なのか加算型なのか、というゲーム情報が明らかになるまでは少し二の足を踏むキャラ特性そうです。次は、ドリームホーム。直訳すると夢のマイホームですが、端的にはマイホームですね。このキャラ特性のアドバンテージは、どこかの惑星にカスタマイズ可能なマイホームを所持することになるそうです。ディスアドバンテージ派、いわゆるローン支払いが毎週発生し、総額5万、クレジットの借金状態となるようです。この特性派色々と興味深いですね。アドバンテージの方を見ていくと、ある惑星にマイホームがあるので、内部をじっくり見たり、ゆったりできる生活空間として利用できるのはもとより、惑星拠点システムをちょっと使った、プチカスタマイズができるので、薬品アイテムや食べ物アイテムの元となる植物を育成できるかもしれません。ただ、惑星拠点ほどには、資源抽出したり、研究解析をしたりすることはできないと思うので、純粋にゲーム内に惑星拠点とは別にマイホームが欲しい人は取得すると良い特性かもしれません。ディスアドバンテージである5万、クレジットの借金に関しては、
ゲーム開始の長序盤から借金状態というのはちょっときついものがあるかもしれないですね。ただ、周回プレイしていたり、クレジット稼ぎのファーミングを知っていれば長序盤から金持ちになれるので、5万、クレジットなんて宇宙船カスタマイズのパーツ1個分程度なので、毎週クレジットを徴収されるとしてもへでもない感じです。もう一つ気になるのは、毎週やってくる借金の取り立て時に払うクレジットがなかったら、どうなるのか?というものです。ちょっとした賞金首のようなものになるのか、それとも、次の週まで利子付きで待ってくれるのか、果たしてどうなのでしょうかね?次は、エンパス、つまり仲間との同調姿勢です。このキャラ特性のアドバンテージ派、仲間と一緒に行動している際のダイアログ選択や行動結果が同伴している仲間の気に入るものであると、戦闘時に戦闘効率が上昇する、というものです。ディスアドバンテージ派、仲間と一緒に行動している際のダイアログ選択や行動結果が同伴している仲間の気に入らないものであると、戦闘時に戦闘効率が下降する、というものです。特性名称と説明から、内容はなんとなくわかるのですが、この特性も結局のところ、戦闘効率が上昇する、という文言の内容が具体的に、何がどのくらい、どのように上昇するのか、が判明しないと取得に二の足を踏んでしまうのですよね。しかも、戦闘効率が上昇する、というのは、プレイヤーの戦闘系ステータスが上昇するのか仲間の戦闘ステータスが上昇するのか、も不明ですし、おそらく、フォールアウト4にあったように、仲間のステータス上昇だと思うのですが、さらにですよ、フォールアウト4の時のヒューマノイド系コンパニオンが優秀な AI 行動をしていたか、という点に関しては、かなり疑問の余地にあると思います。むしろ、コズワースやキュリーロボット、DLC、オートマトロンの魔改造ロボットが戦闘能力という点では優れていたと思います。少し脱線してしまいましたが、今回のスタフィーのコンパニオン AI が優れたものであれば、取得の余地はありますが、本編リリース後に出てくるコンパニオン AI オーバーホールの方が適切な行動を取ると思うので、キャラ特性としての魅力は薄い感じです。次は、ヒーローワーシッププ、つまり崇拝された英雄です。例のあれですね。このキャラ特性のアドバンテージとしては、プレイヤーはある熱狂的なファンから英雄視され、しばしば出現して妙な褒め言葉とプレゼントをくれる、というものです。ディスアドバンテージ派、ストーカー並みに出現して、うざいと思うほどの言葉攻撃で圧倒してくる、というものです。オブリビオンのネタであることは、さておいても、これも興味深いキャラ特性です。何度か公開映像で見る彼の映像では、定期的に何かアイテムをくれたり、拠点に配置するメンバーとしての資質もレベルは低いながらも持ち合わせており、情報公開されている部分だけ見ると結構有用なキャラ特性かな、と思いました。特に初回プレイでは、ゲームシステムや効率の良い進め方、などが分かっていないため、アイテムをもらえたり、惑星拠点で人員が足りない場合の一時的な保管要因としては有用なのではないかな、と思いました。ただ、ディスアドバンテージがあまり公開されていないので、例えば、敵地へスパイとして潜り込んでいる際に、いきなりプレイヤーの身バレをしたりするのであれば、ミッションに失敗して乱戦になるので、かなり危険なキャラ特性とも言えます。周回プレイの際には、そういったハプニングがあっても、結末が分かっているので笑って対応できますが、初回プレイで割と真面目にプレイしていて、いきなりハプニングを起こすとなると、躊躇する人もいるかもしれません。冗談ですが、この熱狂ファンの話す文章数やダイアログ数によって、スタフィーはフォールアウト4のセリフ数を大きくぶち抜いたのだと思います。次は、キッドスタッフ、つまり息子事情あるいは娘事情です。変な意味の方ではなく、
母ちゃん父ちゃんとのしがらみがある息子と娘のことですね。アドバンテージ派、自分に両親が身近にいる、という設定になり、時折愛に行って派、ちょっとした世間話などをして、ゲームの中で理想的な両親との触れ合いがある、というものです。ディスアドバンテージ派、毎週自動的に所持クレジットの 2% が両親へのプレゼント代として徴収される、というものです。こちらの特性も興味深いですね。私なんか派ゲーム内での結婚を含めた家族持ちのことなど、どうでもいい感じのプレイヤーなのですが、スタフィーでの生活感や、この時代での世間話などがどういったものになるのか、などに興味があります。両親との会話やネタにどれくらいのコンテンツ量があるかわかりませんが、たくさんあるのであれば、現実世界の両親への愛着など派別にして、ゲーム内のネタとして味わうには面白いかもしれません。クリムゾンフリート派閥のボスになった時や、ストーリー展開によって、会話内容などが変わってきたら面白いので、どのくらいのネタが仕込まれているかにより、取得派考えたいところです。ディスアドバンテージにある、毎週所持クレジットの 2% 徴収に関しては、ゲーム内の時間が経過すればするほど徴収総額も大きくなっていくので、ある意味、マイホーム特性よりも高額な買い物になりますね。ただ、こちら派、2% という表記がはっきりわかっているので、序盤から終盤までそれほど痛くはない金額かと思います。母ちゃん父ちゃんに会うために毎週 2% の徴収があるなら、代わりにキャバクラやホストクラブのようなものがあってもいいような。次は、ウォンテッド、つまりお尋ね者です。クリムゾンフリート派閥のクエストをメインにゲームを進める場合、ぶち込んでおきたいキャラ特性であるように思います。アドバンテージ派。ヘルス低下時に、よだめが上昇する、というものです。ディスアドバンテージ派、賞金稼ぎがランダムで現れて襲ってくる、というものです。アドバンテージのところにある表記がまたしても不明瞭なので、はっきりしてもらいたいところです。おそらく派、ヘルスが最大値の 20% 以下くらいになるとよだめが 20% くらい上昇する、といったあたりなのでしょうけど、フォールアウト4やスカイリムでも類似したパークなりエンチャントなりがあったような気がしますが、使っていた人って、プレイ人口のどれほどだったのでしょうかね？モンハンであると、火事場のクソ力のようなものを発動させると、他のバフと絡めて、すごいよだめを叩き出している凄腕プレイヤーがいましたが、フォールアウト4やスカイリムで火事場のクソ力縛りのプレイをしている人って、見たことがないです。モンハンであると、ヘルスの 10% を切ってボスの一撃を受けるというカペロ必須レベルなので、食らえば一撃死、という緊迫の状況下でボスの攻撃をかいくぐって火事場クソ力を叩き込んで討伐するの派、恐ろしい達成感とともに称賛の声が聞こえそうですが、フォールアウト4やスタフィーではヘルスが 10% 切っていても、それほど死ぬこともないのでスリルもそれほどでもなく、達成感も微妙なのが原因であると思われます。以上が判明しているキャラ特性であり、まだ判明していないキャラ特性として、タスクマスター、アンウォンテッド、ヒーロー、というのがあります。これら派、内容が判明していないので、さすがに説明のしようがなく、判明した際に解説したいとは思いますが、おそらくゲームリリースまで公式から明かされることはないと予想します。今回はここまでとなります。ご視聴してくれた皆さん、ありがとうございます。皆さんにも、良いスタフィーライフを。